もうやばかったな。ちょっと金子翔太マジでもう半端ねえ。お前マジでやべえよ。お前すげえ、まあ、お前って言っちゃ失礼か。マジで金子様もうすげえよ。もういやガチで感動した。いややべえ、まあ、オープニングもタイムもいいや。はい、じゃあ、よいしょということで、今回はして、まあ、浦和戦のね、ちょ感想と、まあ、湘南戦の展望、浦和戦の感想をちょっと言わせていただきます。マジで、金子翔太。やべえ、金子翔太選手、すごすぎる。いや、もうね、それとしか言いようがない。全然別に、まあ、勝ってもないし、負けてもないんですけども、まあ、でも、価値のある勝ち位置、ゲットしました。とりあえず、おめでとうございます。まあ、岩田対浦和戦、日曜日に行われたんですけども、いやー、まあでもね、結構非常に、何回も言ってるんですけど、貴重な勝ち位置を手に入れたかなというふうには思いました。もちろんね、勝ちたかったです。そりゃ勝ちたかったですけど、まあでもね、上位相手によく勝ち位置を取れたかなというふうには思います。まあでもね、ちょっと、マジでこれ、もうマジで、ね、岩田サポーターみんな持ってると思うんだけど、なんで、カイサのトスとかさ、ベルディとか、まあ、札幌とかカイだったわけやん。なのになんでそこにはもうあっさり負けてさ、なんで、そういう上の順位、そのまあ町田とか、もそれもそうだし、まあ川崎とか、まあもそれもそうだし、浦和戦もそうだし、とかは、なんでそんないい試合できんの、いいサッカーできんのって、マジで。もうそれ、回とかでもやろうぜ、それマジで。頼みますよ、マジ、頼みます、マジで。もうそれずっとそうですよ、毎年毎年。いや、でも、まあでもまあ、それにしても浦和戦非常にいい試合だったなっていうふうには思ったね、マジ。まあ皆さん思ったと思うんですけど、まあずっと攻められてね、まあ僕 NHK で見ましたよ、大強き解説のもと、めちゃくちゃ大強き初解説かな、J リーグめちゃくちゃ良かったんですけど、いやもうマジでね、前半ずっと攻められてて、もう守備がね、最高、マジ完璧、もう札幌戦とか、トスタンドも日にならんぐらいのうまさ、みんな、マジでうまかった、もう、ね、特に良かったのは松原こう、あいつ完璧、もうあいつマジで、あいつって言っちゃダメか、あの選手もうやべえ松原こう、マジすげえ。本当にすごかった。完璧です。もう守備もどうまいし、攻撃のアクセントめちゃくちゃうまかったし、完璧で、しかも、坪井選手がね、ベンチで、川島選手が久しぶりにスタメンやったんですけど、もう、川島神様、もう、なんていうの、もう、川島様様っていいのかな、もう、様々で、もう、すごすぎた。もう川島英治、完璧。もう、川島英治、もう、すげえ、ガチですごかった。本当に、非常にね、まあ、滑られてる中では守備もうまくて、ビッグセーブもうまく、川島選手もね、ビッグセーブうまくて、いや、マジでよかった。で、まあ、だけど、まあ、後半ね、まあ、23分ぐらいにね、ホイブラーデン選手にね、あっさり決められちゃいましたね、コーナーキックからね、足で。まあ、正直、相手うまかったなっていうのもあった、まあ、位置取りがね、うまかったなっていうのもありましたし、まあ、ちょっとあっさり決まったっていうのが非常に悔しかった、マジで。うわ、マジか、もう決まっちゃった、みたいな。いい、みたいな。だって今までこんないい守備したのに、もう決まる、マジ、みたいな。感じなんでやったんですけど、まあ、それでもやべえと思ったんですけど、まあ、交代のカードでね、金子選手がま、待っててね、ベンチで。よっしゃ、交代と。で、しかもこの金子選手自身が、開幕戦以来、まあ、神戸戦ですね、以来、初めてのね、J リーグリーグ戦での、まあ、久しぶりの出場ということで、まあ、中澤戦とかルヴァンでは出てたんですけど、非常に久しぶりの試合で、いや、どんな活躍を見せてくれるのかというふうに思いましたよ。マジで。久しぶり見た、おー、出たら、おい、天気待った、み、金子、みたいな。いい、みたいな。完璧じゃねみたいな。やばすぎじゃねみたいな。しかも、目覚めた、あれ、マジで。もう、裏に戦された時点で、あ、これもう終わった。負けゲームやん。ガチか。いや、これ厳しいな、みたいな思ってたんですよ。やばくないマジで。あれ、うますぎるよ。しかも、シュートのシーン。上原選手のシュートね。まぁ、ちょっとずれちゃったんですけど、それを、もう、バッチシコー、ゴー、コース変えて、バントでドカンと一発、ゴール決めちゃって、マジやべえ。すごすぎた。あれ、マジで何回でも見れるよ。あれ、マジ、目覚める一発。そもそもね、ジビロ時代の得点自体が久しぶりでね、もう札幌都市でちょっと決まってなかったし、しかも金子翔太に関して今シーズン初ゴール。いや、もうマジうまかった。いや、すげえ。もう MVP は金子。もうすごすぎました。まあ、あとは川島選手もめちゃくちゃ良かったなっていうふうには思います。まあ、もっとね、細かいこと言えばね、まあ、ブルノ・ジョレ選手もめちゃくちゃ良くて、松原選手もめっちゃ完璧で、まあ、上原選手だったり、両ゴメスもめちゃくちゃ良かったです。本当に。あと山田寛選手もゲーム展開でめちゃくちゃうまい。選手でも良かったからというふうに思います。もう全体的に良かった。まあ、もちろん勝ちたかった。勝ちたかったよ。でも、まあ、上位相手だったんでね、非常に価値のね、稼いじゃったというふうには思います。本当に貴重でしたね。結構。相手は本当に勝ちに来てたと思うのでね。まあ、でもそんな中ではよく勝ちに挑戦できるかなというふうには思います。まあ、そしてね、湘南戦が今週の土曜日にあるところで、5月25日、僕行きます。私行きます。いや、もうね、楽しみで仕方がないです。まあ、楽しみの一つが、伊藤博選手と後藤圭介選手の来場。めっちゃ楽しみ。ちょっと試合と何も関係ないんですけど、めちゃくちゃ楽しみです。そして、二つ目が、鈴木優斗選手と、ルキア選手ね、フルス対決ということで、まあ、岩田、元岩田、二人いるんでね、ちょっと非常に楽しみ。
もう絶対勝ちたい、まあ、会いたいっていうのもありますし、まあ、どんなプレーを見せてくれるのかね、どうバチバチ言ってくれるのか楽しみですし、まあ、しかもルキアンに関してはあの、まあ、前節ね2得点上げてるんで非常に怖い選手ではあるんでね、そこをちょっとぜひあの頑張ってグラト選手だったりスリカワ選手の守備を祈ってね、ぜひ止めてほしいなというふうに思います。川島選手の、ね、ビッグセイを見てほしいなというふうには思います。まあでもね、まあ、ぜひ勝ってくれると思います。まあ負けや引き分けで許されないんですよ、湘南戦は。マジで。勝ったんだって意味ないんですよ、マジで。絶対に勝ったんだっていけない試合です、湘南戦は。マジで。絶対勝ちましょう。みんなで、チーム、一丸となって、チームというか、まあ、ファン、サポーター、選手、クラブ、全員で、応援してね、勝ちたいなというふうに思います。まあ、そのためにもね、攻撃陣の活躍が楽しみですね。本当に金子翔太選手だけじゃなくてね、マテスペーショットだったり、平川、山田、広樹、ブルノ・ジョイ選手、上原選手とかも非常に、大事な、ふうに思います。いや、本当に、ね、本当は湘南戦にちょっとスタメンとかなんか、ベンチが言お、まあ、書いてあるんですよ。書いてあるって言おうと思ったんですよ。もう、まあ、言わないで、ほとんど一緒なんで、別に。まあ、まあ、松本正選手に代わって、ジョゼっていう感じなんですよ、スタメンはね。松本正選手も非常に良かったんですけど、ブルノ・ジョゼがめちゃくちゃうまいです。マジで。まあ、みんな持ってるけど、めちゃくちゃうまいんで、スタメンでぜひ、見たいなっていうふうに思いまして、ちょっとジョゼのスタメンに、みたいな。まあ、それがほぼ同じです。まあ、で、まあ、ベンチもね、まあ、あとベンチが古川選手入れたんですけど、古川選手ちょっと、まあ、前節浦和戦出てなくて、まあ、ベンチ外でね、めっちゃ悔しかったと思う。やっぱ本人も絶対、悔しいから、その悔しさを、ちょっとこの湘南戦で晴らしてほしいなというふうに思います。多分、ベンチ入りぐらいはすると思うのでね、まあ、ぜひちょっと、今は今シーズンまだね、輝いた活躍がないので、ね、ぜひちょっと、目覚めて覚醒してほしいなというふうに思います。もう、一番の期待は俺、古川選手なんで、多分、湘南戦はマジで、浦和戦でベンチ外、めちゃくちゃ、一人悔しいと思ってる。だから、それこそ人一倍練習してると思うんですよ。その悔しさをバネに湘南戦大活躍してほしいなというふうには思ってますね。古川選手、一番、もう僕は楽しみです。まあ、あとはもちろん、金子翔太選手も非常に楽しみですし、まあ、あとはね、山田裕之選手に、ね、久しぶりに、ね、復帰したので、めちゃくちゃ楽しみ、もっともっと活躍してなというふうに思います。まあ、あとはね、川島選手の復帰も非常に嬉しいのでね、まあ、ぜひ、どんどん活躍して、もうね、ガチで湘南戦、本当に、マジで勝たなきゃいけない。引き分けでもダメ。またはもう論外。マジで勝ちましょうということで、絶対やって、もう俺、もうなんか、何も食った感想しか言ってないけど、ということで、今回の動画少し面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイということで、次回のスコア予想は 2-0 の完封勝利で岩田が勝ち、得点選手はマテスペイショット選手&金子選手でいきます。そんなことはどうでもいいですよ。もう泥臭くても何でもいいんでね、どんなゴールでもいいんで、勝てばいいです、とりあえず。どんな泥臭いゴールでもいい。絶対勝って、上昇級に乗って、上順位目指していきましょう。とりあえず、ね、勝つ点40今節絶対目指してね、一桁順位もぜひ目指してほしいなというふうに思います。チーム一丸となって頑張っていきましょうということで、湘南戦全力で応援します。僕もゴール裏で全力で応援するんでね、皆さんもう頑張って全力で応援して、まあね、現地行かない人も行く人も全力で応援して、湘南戦絶対勝って、またまた、上昇級に乗っていけるように、連勝していけるように頑張っていきましょう。絶対勝とう、1秒。マジで勝とう。マジで勝とう。マジで。